有馬ダムに来てみました。まあ4時20分だね。なんとか今日もバイクに乗ることできたね。午前中はちょっと調子悪くて、ちょっと寝てたんだけど。どうぞ。譲り合いの精神が大切だね。今日は来る前にガソリン入れてみました。それでここまでだいたい約20キロ、往復最短で40キロっていう感じかな。燃費はだいたい約11キロ。あれ、なんか知らないけどヤジさんがいるよ。面白いね。そんな感じかな。今日は3速で4000回転から5000回転ぐらいで、まあ車の後ろにくっついていくっていう感じだったんだけどね。少しちょっとステップに振動が出始めたかな。そうなるとまあプラグを交換する時期かもしれないね。まあ2ストなんだけどイリジウムを入れてます。非常に振動が少なくてね、いいんだ。まあそういうことで夕方の美しい時間帯に名栗湖有馬ダムに来てみました。